サーキットを走るの久しぶりでございます。これからですね、鈴鹿サーキットの GR86BRZ カップ第7戦鈴鹿サーキット始まります。よろしくお願いします。例によって、チャンネル11のですね、脇坂11のつぶやきドライビング好評につき今回もやりたいと思います。今回はですね、走り始め久々の鈴鹿サーキットから行ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。走り始めですね、僕は今日はですね、朝からこれ中古タイヤですね、過去に2アタックぐらいした中古タイヤで走り出します。でどのぐらいのね、コーナーリングに入っていったらいいかってわからないんですけど、ありがたいことに前に大阪トヨペット黎明ですね、黎明がいるから、彼はですね月曜日から走ってますので、月曜日彼のスピード領域、もちろんねタイヤの状態とか車の状態で何するかもわかりませんけど、だいたい彼についていったらそのぐらいのコーナースピードで入っていっても問題ないっていうのが分かるんで、もちろんねダンロップと違いますけど、まあ僕は2アタックのタイヤポテンザの RE09D こちらで走らせてもらいます。で今日のこの1本目木曜日の1本目の走行のミッションとしては、まず最初に計測1周目に1アタックしてピットに入ってきて、その内圧をですね、内圧をこうちゃんが確かめてもらって、アジャストをして、でロング想定の走行に入ります。この音好き。多分ね走行3分前の音ですね。栄光のルマン、栄光のルマン映画で初めて見た時にですね、ピットでブーブーブーみたいななんか音鳴るんですね。それにですねちょっと憧れて、まあ鈴鹿サーキットのこのドゥグ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 ンもそうですけど、ニュルブルクリンクのねベー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 っていう音もそうですしね、なんかこのサーキットのこういう音いいですね。さあワンアタックして、鈴鹿サーキットはね他のサーキットと違ってスピード領域高いからなかなかね最初行きづらいんですけど、まあどういうふうにやるかやってみましょう。さあ2分前、三橋選手は僕の車を後ろの観覧車を入れながら撮影してるんですね。あの観覧車がまあね、撮影のカメラマン上鈴鹿の代名詞みたいなところがありますからね。はあ、ピット無限の2台ね、リアム・ローソン・野尻対宮田理智のチャンピオン争いですね。言いたい放題に来てくれた宮田理智がですねタイトル取れるかどうかちょっと楽しみですね。頑張ってもらいたいですね。そんなこと言ってる場合ちごて。さあ行ってみましょう。じゃあ1分エンジンかけます。ああ30秒切りました。あ、そうそう、最近この間のですね前線の岡山でも僕も事故ありましたですけど、シートベルトをねちゃんと締めましょうね。これワンメイクレースやから上のカテゴリー乗ってスピード領域の感覚が高い人はね
なんかものすごく車遅く感じて、最近ねシートベルトをね強く締めてない人が多い気がする。シートがちゃんとしたシートがあって、信頼できるシートがあって、シートベルトをきちっと締めて初めて、あのいざという時にぶつかった時に、もちろん当たり方もね、ハンドルを突っ張るであるとか、いろんな当たり方をきちっとですねできて初めて命を守れますからね。その辺皆さんもう一度言わせていただきます。あと今回僕の車はですね、ワッホーズさんが新しくミッションオイルを開発されて作ってこられたオイルなので、正直ねもうミッションのフィーリング違いますわ。これちょっと僕的には今までのやつの方がいいかもしれない。車のバランスはですね、よく今のところ後ろ曲がりますね。後ろが出てくれるというか、このアングルの時に後ろがこう出ようとするでしょ。これがものすごくありがたい感じ。ここで後ろがふっと出る時にカウンター当ててしまうと、次はもうアンダーからの次になるので、正直そこはカウンター当てずに、その後ろがふっと出たところを使って回りたいんですね。これ前の人たちもうみんなそこそこ走ってる人たちだね。黎明ちゃんは多分前の56号車抜きたいので、前の OTG、 黎明の前56号車がいて、その前松井高光がいて、名古屋から服部さんだね、服部さんがいるから、でその前東郷でしょ。それで、あ、今みたいにバチーンとこう一瞬リミッター当たったでしょ。あれするとね、このレース、あのストレートが伸びなくなります。制御が入って、ここ3か3にすればいいか。こんなみんなつながって走るの、次アタックすんねんで、どうすんの。ちょっと間開けましょうか。ちょっと間開けますよ僕は。こっから行くもんね。でも1コーナーいきなりどのぐらいで入るんだろう。さあ、知らんけどいきなりアタックです。そんなことあんの。1コーナー今5ですけども、リミッター当たってます。5から4やったと思います。この辺でブレーキかな。あ、今ミッション入れ損ねた。後ろのね、曲げるために後ろを振るような仕様にこうちゃんがしてくれてるんですけど、それに対して僕がまだ合わせきれてない。下手くそ。これさあ、ヘアピンのブレーキングです。早くねブレーキ離したいです。前離れていってる。前ニュータイヤやろあれ多分。高光の後ろに黎明追いついちゃった。高光ユーズドタイヤですね。あの辺はですね、多分マネジメント不足ちゃいますか。どこまで行ってんの11か。どうしよう130ある。
130R どうしよう、行こうかな。コース幅足らん気がするな、自分の感覚だと。まあちょっと入ってみましょうか。取った、ちょっと余裕、アクセル開けんの早かった、離すの早かったですね。あんまりまないな、試験員下手くそなんですよ僕。あ、後ろ石森とはだいぶ離れました。ファーストアタック2分29秒18です。まあまあちょっとこのまま行ってみますわ。あ、ちょっとグリップしてきた、さっきあったまってなかったのか。でね、86レースってあんまりね攻めすぎたらダメなんですよ。手前手前で向きを変えてから、あ、でもさっきより0.1秒遅いですね。流しすぎましたね後ろ。ちょっともうピックアップしだしだし、あ、0.1秒、0.2秒、まあさっきよりと同等ぐらいのタイムです今これ。やっぱり1周目の方が早いですね。あ、ABS 入って前流れました、ロスです。うん、前に荷重乗せすぎですこれ。内圧を見て、ごめん石浦ちゃんは石森に砂かかったこれでロングするのきついかもしれんな。まあちょっと行きましょう、行きましょう、行きましょう。ちょっとね、後ろの出る、くびゅっと出る度合いがちょっとスピードが速いですね。出てくれんのはいいんだけど、プッという出るスピードが速いから、なんていうの、アクションをかけづらい。出てくれるのはええけど、スピードが速かったらその分ゴッと乗るときに慣性が働くでしょ。この慣性がねちょっと嫌かもしんない。さあ、ここから60キロ、前服部直樹、ただいま。どこだピット、いた。はい、内圧合わせます。内圧合わせてもう一回ロングです。久しぶりに車乗ったら、ちょっと吉田君は8秒9、はい、東郷が7秒1、はい、7秒1っちゃうか、2秒早いですね東郷。僕が9秒1でした。さあ、内圧合わせました。ロング用の内圧に変えまして、引き続き中古でいきます。まあまあこのね、走り始めなんで、このロングをしながらね、自分の走りの精度っていうのも上げていきたいですね。要はリアが出るでしょ。リアが出るときみんな単位でカウンター当てるんですけど、
例えばこう、あ、今ハンダしか出なかった。あ、ちょっと後ろのタイヤ、先ほどフロントタイヤの落ちが大きいのか、フロントタイヤのグリップが単位で立ち上がらないからリアがポンと出るきっかけにもならずに、っていうか後ろに乗りすぎてる気がするな。これずっと後ろのタイヤに乗ってズル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 、ちょっとフロントの、フロントの設置がなさすぎるな。うん、これ、あ、これはダメだ。ずっとね、車がこういう感じでリアが出るにしてもフロントっていうよりもリアが、リアに乗りすぎて出てますね。もうちょっとセットっていうか走ってる時の前後の車高のアングル、これを直さないといけない。あとね、ゴゴ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 言ってるでしょ。これもうタイヤにね、あれがついてんすよ、ゴムカスが。これ取らないと。ごめん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 、出過ぎ、4脱。まあちょっとこのままのバランスでいったらどうなるかっていうのを見ます。トウもうワンアタックか、あれ。入り方がフロント効かないから、インからインから入ってしまいますわね。思えばあの試験員でね、2009年夏の鈴鹿で立川雄二に抜かれてね、後ろのミラーを見てたんですけど、目を切った瞬間にあいつが入ってきてですね、ちょっと無理やりのけたみたいな形で抜かれて、次ね抜き返せばええかとかって思っててんけど、その後ね、赤旗になって抜く機会を僕には与えられず、あれがものすごく自分の中では思い出ですね、苦い思いです。あ、マサが譲ってくれました、ありがとうございます。もうあれからもう僕はあの鈴鹿の試験員が嫌いで嫌いで、まあ思い出ですね。さあ鈴鹿の次デグナーですね。あの二輪の名選手デグナーでもこけたというね、それから名前が名付けられたコーナーです、デグナーコーナー。1個目、そして2個目なんかはですね、立ち上がり、ごめん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 、立ち上がり重視の人とツッコミ重視の人でだいぶ性格が変わりますね。要はこのヘアピンまでの距離が短いでしょう。そしたらね、ストレート伸びなくても突っ込んだ分回収できるというね、部分が。もちろんね、ストレートがその先長いところは立ち上がり重視でいかないと損やねんけど、そういう意味ではあそこはね、車の走らせ方、ドライバーによってね差がありますわね。さっきよりはタイヤが取れてきたんちゃいますか。シフトロックでちょっと向き変えてみましたですけど、やりすぎましたですね。計測1周目はもう暑いっすよ、なんかこう動きますね、フロントが乗ってないってことか。さっきより1秒2秒遅いです。まあアタックですからね、あれはね、タイヤも今走ってる中では良かったでしょうけど、30秒51です。さあ計測ロング2周目に入りましょう。さっきより何を掴むんですか、脇坂純一選手は。ミッションオイルは
申し訳ないです、これは NG です。ものすごく入るときにですね、安心感がない。ちょっとこれはですね、和田さん、早坂さん、 NG でございます。リア滑らしながら、前回ではダンロップ登りましたですけど、リア滑ってるんでロスですね。ちょっと後ろにほんまに乗りすぎですね。でもこれやったら多分ね、いつもの僕やったらすぐこれセッティング変更入ってしまうんですけど、これを走らせ続けたらその先に何かが見えるかもしれないんで、やり続けましょう。だからこういうところでも乗らないでしょ、ブレーキ離したら途端に前が離れますもんね。昔はね、これこういう風にアウトアウトアウトで行ったんですけど、最近ね、ゲームしてる子はこのマチャン、イン側走るんですね。距離重視。アイレーシングのですね、世界的ランカーたちもですね、ああいうだらーっと走るところは距離を稼ぐんですよ。だからそういう流れなのかな。僕らの時代はね、ちょっとでも抵抗、ハンドルを切らずに抵抗にならないように大回りするんですけど、まあ車の精度が上がって、変な、なんていうんですか、フレームのねじれとかなくなったから、多分そういう抵抗減ったんでしょうね。だから鈴鹿サーキットのまっちゃん、小回りする選手はゲーム新世代やと思ってもらって結構です。落ちました。さっきよりベストより1秒5落ちてるから、30秒8、さっきよりコンマ3落ちてますね。1コーナー G かかってる時のミッションで5から4に入りづらいですね。僕がね、4に入れるのに気使ってる今。でもおもろいもんですね、オイルでこんだけ変わるんですね。ワコーズさんの開発に生かしていただきます。あのアクセリング見ていただいても分かると通り、できるだけ早めにね、アクセルを抜いて向きを変えてからアクセルを開けたいんですよね。ちょっとここは今ブレーキ踏まなかったです。リアが巻き込んでくるんで、ブレーキ踏まんでもええんちゃうのって。ああいう流れた、これはロス、これはロス。こっからストレート続くのに、あそこで流して、ほら5速2連で済んだもん。ちょっとリアがルーズになってきた。あー、コンマ7も落ちてる。トランクション乗せた時の後ろも、乗せた瞬間も良くないですね。さっきの話ですけど、ここをね、こうイン側通るっていうんですよね。若い選手とかは距離を稼いでるんですよ、距離を。まあこれはこれでね、ありじゃないですか。よし、枠内にとどまった。どうしてもね、ストレート長いから早くする開けたでしょ。だから4脱するんですね。これね、僕の車今前後のピッチ大きいから、130Rパカンと抜かずに、ちょっとアクセル開けながら入っていった方が早いことに気づきました。今アクセル前傾してないです。今あのアクセルの開閉をおとなしくすることによって、車の前後ピッチを減らす、要は転がすっていうことなのかな。でそこでそうなんやったら、そしたらこの車を、まあ、S 字の中とかでも、あ、30秒6なんで、ちょっと回収しましたですね、あのダンロップのミスを。だからちょっと前後の動きを減らすような、そんな走らせ方してみます。こんなんどうです。
アクセルもじわっと開けるし、アクセルもじわっと離すのどうですかね。ここでもちょっとじわっと、いきなりポンとオフするんじゃなしに、アクセルの開閉をできるだけ滑らかに、抜く時もじわっと抜いて抜き切らないのどうですかね。これどうです。さっきはここでロスしたんでね、ここでね早くアクセル開けたいと思うので、ここでロスしたんで、ちょっとシフトアップの時を使って、トラクション側を助けましたです。そうするとここで高速に入ってくれる。インつけなかった。うん、こんなテンポかな。ちょっと慣れてきたかな。だからこれを後ろに乗りすぎてて前の動きが大きいことを修正するか、それはそれでそれの良さを使うか、どっちの方が今週末走るのに対して効率いいかっていうことも考えて走りたいですね。これショートカットこっち側いいんじゃないの。これ予選もこれしようかな。ちょっと突っ込みすぎです。突っ込みすぎました。ロスです。ちょっと遅いでしょ、ね、0.2 秒ぐらいロスですね今のところ。やっぱタイヤの限界あって、車自体もナンバー付きの車でプアなので、僕の感覚で突っ込むとやっぱそれはね、お、これ全開でいけるのひょっとして。おじさん若い子たち全開でいってるかもしれないねこれ。ちょっと上がったよ。30秒ゼロまで上がりましたよ。どうですか走らせ方を。もうねブレーキもできるだけ踏まない、車の入ってくる慣性を使う。ああちょっとやりすぎた。ちょっと突っ込みすぎですね。アンダーズだから2個目がきついです。S 字の中はね、一つミスすると全部にロスがつながって、いいコースですね本当に。アクセルをちょっと開けながらリアのトラクションもお迎えに行きました。ちょっと早めにシフトアップをしてみました。どうですか、この方が早いですか遅いですか。この方が早そうです。シフトポイントもちょっと早くなりました。ちょっとさっきよりはショートカット、突っ込みすぎてましたか。でも向きは変わりました。どうでしょうか試験、ちょっとブレーキ強めにいきましょうか。あかん、 ABS 固まった見た今。 ABS 固まった途端にもうコンマ3ロスです。僕ちゃんここ走ります。僕新人類なんで、若手なんで距離稼ぎます。進入で後ろ流しすぎました。進入で後ろ流しすぎました、ごめんなさい。130全開とは言わへんけど、ちょっとそれに近いスピードで行ってみる。あ、もう全開で行っちゃった。あ、全開だ。あ、全開で行っちゃった。何これ。全開で行っちゃったね、今。すごいね。お天座。RE09D。
フロントグリップを探しながら旋回していきます。アクセル早く開けすぎです。シフトアップのタイミングをちょっと長く保つとトラクションが抜けない。どうでしょうか。今立ち上がり重心見ましたよ。ちょっとロスし、刻んでるでしょ。これ維持ですよね。維持です。ロスですけどね。リア流れてもアクセルを離すのやめました。熱っ。何しようあったんの。もうショートカット。熱っ熱っ。もうね、本当にグリップの糸をつなぐような。クラッチ切ってトラクション戻してリアコントロールしましたけど、今遅いね。今この週ちょっとタイヤ落ちましたね。でも 130R 全開でもう一回行ってみるね。このアクセル見てる人見ててよ。僕のアクセルが離れないかどうか見ててよ。行くよ。どうどうどう。危ない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 。ギリギリよ。離れてないでしょねえ。みんなナンバー付きの車やでこれ。おお出た。ちょっとしたことでこうなるような、こうなるような感じで走っておりますよ。さあタイヤのゴミ大丈夫かな。もう一回ギリギリ頑張ったらあかん。頑張ったらタイヤの熱が急に上がって僕が行きたいスピードで走ったらあかん。そのコーナーは曲がれたとしても、次のコーナーそっから先でタイヤのほらグリップダウンで、まあもちろんね今コースアウトしてるからタイヤにカスがついてんでしょうけど、それにしてもちょっと僕の感覚では頑張ったらあかんカテゴリーですねこれ。もうちょっとブレーキパッド効かなくてもいいかもしれない。鈴鹿に関してはこの車とこのピッチがフロントが高いからちょっとしたアクセルブレーキングでピッチが大きいので、その大きなこの車にしたらちょっと効きすぎることによってノーズダイブのスピードがブンって、スピードが速いのはコントロールしますけど、その速いことによる感性、荷重の乗り方の感性はですねコントロールできひんからね。超遅いです。2秒落ちました。これが何かっていうのを次の週でもう一回確認しましょう。はあ、130R 昔はな SO 号の時にまだね2000年とか2001年かここを全開で行く行かない2001年ぐらいかな、初めて行った時の感動は今でも覚えてますね。もちろんねフォーミュラー日本で初めて行った時の感動も覚えてますけど、 GT カーでね 130R を全開で行くという冬のねテストを立川とねやって全開で行ったぞみたいなね、あの感動は覚えてます。さあピットの指令がありました。
この週タイヤがどうなってるか確かめないといけないので、もうこの週計測することはないですけども、自分の中である程度ベストで走ります。で、走り終わったらこのグリップのバランスと車のバランスと内圧のチェックをして、今週末のレースにつなげたい。今なんかね、シフトダウン3速にしてますけど、僕の場合ちょっとね、なんていうの、加速する段階、3に入れたらちょっとこう加速するような感じでシフトダウンしてます。というのは、減速側でフロントに乗ることによってピッチが大きいから、そのピッチでリアがなくなるのがちょっと嫌なんで、わざと加速さすことによってそのオーバーステアを消してます。まあ、この辺ね、逆バンクの僕のテクニックですね。コンマ7落ちです、今ベストから。あ、いつも通りのライン走ってしまった。おいさんライン、リア出しながら上手に入れたら、スプーンの中でね、姿勢は保ちやすい。1秒6落ち。やっぱタイヤをしてんのかな。このままピット入ります。 130R は全開でいきます。あっぶな、1秒1押しピット入ります。内圧測りたいんで、ここも全開です。さあ、メカニックが来て内圧測ってくれてます。暑いです僕は。どうも今回もありがとうございました。鈴鹿サーキット脇坂純一のつぶやきドライビング、ただいま木曜日の11時からのセッションでございました。ありがとうございました。汗だくです。今こうちゃんがないやつ上がってくれてます。暑いよ本当に。ありがとうございました。終了でございます。